はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、前にも阿川さんというねシール販売サイトで購入したものをねご紹介させていただきましたが、今回もねその阿川さんのそちらのサイトでね購入したものをご紹介していきたいと思います。それがね発売したばかりですね。はい、発売したばかりなんですけれども、またこういう箱で届きましたね。はい、まあ、とりあえず中身がね、またおまけかなんかでこういうシールもらいましたね。キャンディーハードポップ、また大判シール、とあとねこういう小さい48ミリサイズのシールも、つけてくれましたね。まあ、ここのね QR コードを読み込むと、阿川さんのところのショップへとつながるみたいですね。はい、まあ、皆さんもこれでねちょっと QR コードを読み込んでください。はい、でこのキャラクターはちゃんと名前がついてるんですね。これ一応ハードちゃんでいいのかな、一応読み仮名振ってあるんだけど、ちょっとねジジイなもんでね目が悪いんですよね読めないんだよな。多分ハードだよね、漢字でハード、ハードちゃん。このシール自体がいいよね、すごいね。購入したものがこちらですね。はい、まあ、前回のね紹介動画でも取り上げましたが、こちらのペッキャオですね。はい、ペッキャオのシールアルバム、こちらの赤版と青版、はい、こちらをね早速もうね速攻で予約開始日時にサイトに飛んで購入しました。はい、なので今回はこちらをね開封していきたいと思います。まあ赤版と青版何が違うのかっていうのもね一緒に見ていけたらなと思います。はい、では早速ね赤版の方から開封していきましょう。はい、こんな感じですね。まあアルバムって感じですね。ケースがね紙製ので、中身シール、ちょっと大きいシールが1枚入ってるな。これなんだ、よっ、これはペッキャオだな、ペッキャオ、ペッキャオですね。はい、ここの一部だけちょっと薄緑みたいな感じになってるね。この下にもう1枚あるね。あ、もう1枚下に落ちたな。これめくってみよう。ああ、なんかねこれ最初のラフ絵の段階のやつですね。ちょっとねかなり年配の画商に依頼したらこんな感じの、当時の下手絵シリーズに出てきそうな味のあるイラストですよね。はい、これを近代のイラストレーターの方たちがトリビュートした感じですね。はい、それが今回のペッキャオシリーズということでね。はい、裏はこうだ。これがねどんな感じにねアレンジされているのかっていうのもね見ていきましょう。はい、とりあえず今落ちたのなんだろうな。あ、なんでもないね、訂正とお詫びっていう感じですね。シールの裏書きにミスがあったみたいですね。はい、これ自体は特にシールが入ってたってわけじゃないね。はい、はい、ではねもうすでに48ミリサイズだと思うんですけれども束になってますね。はい、よっ、あ、はい、早速出ましたペッキャオ。これがね近代のイラストレーターの方が描いたペッキャオです。わかります、これがこうなるんですよいやいや、ほんとね、あのな、いやこっちはこっちでめっちゃ味があるんだけどね、こっちはこっちでめちゃくちゃかっこいいよね。でこれがねまあイラストレーター違いで何枚か入ってるんで、それもね開封していきましょう。はい、とりあえずねこんな感じで1枚ずつ紹介していきましょう。はい、まあ、まず最初がね一番上にあった聖遠心ペッキャオ、これマジかっこいいよな。いやこれすごいかっこいいな。あ、裏書きもすごいしっかり書いてある、トリビュートシール01。裏書きをこんな感じでね、
わ、なるほど。うわ、すげえしっかりできてんな。しかもこのプリズムがね、最近のプリズム、ビックリマンとかに使われてるプリズムの輝きじゃなくて、ほんと昭和当時のプリズムのやつですね。これいいな、すごいよ。はい、これが1枚目、2枚目がこちら。はい、ガラッと変わって女の子になりましたね。ハートキャッチペッキャコハートキャッチペッキャコ、いや、これはこれでいいね。いや、かわいい。すっごいアレンジされてますね。あ、これも裏書きがね、うん、変わってますね。はい、02。いや、すごいこれ。いや、いいね。女体化も凄まじいね。はい、次がこちら。バン。はい、これまた一風変わってね、もう文字もね、こう縦に書いてありますね。遠心ペッキャオなのかな、もうそれでいいのかな。もうこれまたいいね、かっこいい。うわ、すげえ。トリビュートシール03。そうだね、エンジンか、エンジンペッキャオ。いや、すげえ。うわ、かっこいい。めちゃくちゃアレンジされてるな。続いてこちら。はい、今度は一風変わったちょっと悪魔っぽいね、魔界神ペッキョ。うん、ビックリマンっぽい。04。いいね、ちょっと悪魔っぽい感じが出てます。続いて5枚目、こちら。はい、今度はもう驚々しいね。もうペッキョ、最初のペッキョのやつの面影もないけどね魔人ペッキョ。いや、すごい。05。魔人ペッキョ、すげえ。はい、続いてがこちらですね。はい、万有ペッキョ。これはなんかこれで当時の本当あのマイナーシール系の絵柄ですよね、うん、イラストがそんな感じ、うん、これはこれでなんか懐かしさを感じるね。で、これ07って書いてあるんですけれども、もう次のやつも07なんですよね。多分これが間違えてるのかな、あの訂正の入ったやつかな。本当はこれが多分06なんですよ。はい、で7枚目がこちら。はい、万有別居。これはまたあれですね、シソジュラみたいな感じですよね。もう羽とか卵持ってんのとかな、なんかシソジュラっぽいね。で、こちらもね、ここが07になってますよね、うん、うん、これはこれでイラスト的にアクマチックでいいですね。次が8枚目なんですけれども、まあとりあえず見てもらいましょう。はい、こちらですね。はい、ベイビーペッキョ。これまたいいですね、近代チックな。ちょっと鳥山明先生が描くね、あられちゃんにでのイラストのような感じですよね、構図が、うん、いや、これはこれでいいね、ポップな感じ で、これ裏を見るとね、06なんですよ、うん、あの07、2枚の後ろにあったんですけれどもね、こっちが06になってましたね、うん、なるほど。はい、で9枚目ですね。はい、こちら冒険士ペッキョ。
これはこれでなんか最初の方にのイラストに戻ってきたような感じはしますけれども、まあでもいい感じにアレンジされてますよね。こちらが08ですね、はい。で最後の1枚にこちら、はい、出ました、元絵イラスト勇者ペッキャフ、はい、こちらが元絵ですね、はい、これはキラキラしてないっていうね。で後ろのね裏書きっていうの、裏書きをね読もうと思ったけどね、ちょっと何て書いてあるか分かりませんねあのビックリマンみたいにね、ちょっと何言ってるか分からないような説明書きです、はい。勇者別居という感じがこちらのアルバム赤版ですね、といった赤版の内容です、はい。いや結構これはいいですね、めちゃくちゃ出来がいい。まあ本当ね、オーソドックスなプリズムなんですけれども、まあそれぞれの絵柄がね、すごく分かりやすくなってますね、はい。いやこれで3000円ですね、はい。いやこれは本当ねお買い得なんじゃないかな。結局10枚入ってましたんで、10枚で3000円だったらね、まあ1枚300円としてそれだけの価値はあると思いますね、めっちゃよくできてるし、それぞれがそれぞれね、そのイラストレーター個々のねアレンジが効いててめちゃくちゃいいと思います、はい。とりあえずちょっと長くなったんでね、ちょっと赤版青版で紹介を分けさせていただきたいと思います。今回はねこちらの赤版ということでご紹介させていただきました。次回はね青版の方見ていきたいと思います。ということでこの機会にぜひねチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。